個人的に難しいところをピックアップ。超激レアで攻略できなかったので、無課金編成でいきます。なおレベルは20。ここまで来れるなら攻略できてると思うぜ。ムートのレベル20がきついですが、ニャンピュ使えば楽勝です。超激レア使おうとも無課金でも最初は一緒。大狂乱のゴム使って中井くんを足止め、レベル50の端末でも検証したのですが、ゴムは2回攻撃を受けると終わります。島とかドラゴンは全然平気だったんだがな。ある程度お金が貯まったらドラゴンを出して、攻撃しながら貯金していくぜ。ノックバック数が多いのでカオルくん付近になったら生産ストップ。それとニャンコ砲は撃てるようになったらどんどん撃ってください。カオルくんを妨害しまくるんだな。しかし攻略の意図はなんとなくわかるが、ニャンコ砲使ってるから最後までうまくいかないぜ。一度に出てくる数を制限できればいいので、時間をかけますが対処していきます。本来なら倍速したいところだが、何か理由でもあるのか。攻撃力を見て演出してない証明とでも言いましょうか。間違いなくレベル20で攻略してるので、その点はご安心ください。長い動画作るとハードディスクに負担がかかるから怖いんだが、倍速しても出力にかかる時間は同じだから試してみるか。カオルくんの近くまで来たのでゴムの生産ストップ。わざとやられてまた引っつけます。狂乱のドラゴンの攻撃力って当てにならないから、いや大狂乱なら問題ないんだが、これって勝てるんだよな。ムートを覚醒にしたので今度こそ大丈夫。中井くんが倒れるまで同じことを繰り返しますが、その間に貯金とかしっかりやっておきます。カオルくんを倒すと厄介だから、間引く意味でも時間をかけていくんだな。多分レベル20攻略は初じゃないでしょうか。今の持ちキャラでは超激レア使うよりも、無課金キャラ使った方が確実です。普通に足止めしながら貯金した場合、もうそろそろレベル8でお金が満タンぐらいだな。今回は削りながら準備してるので、時間は結構かかります。ミスってドラゴンやられたな。もう朝からレジェンド消化してるので、結構疲れてるんですよ。朝はGoogleの2段階認証を準備してたから、結構大変だったんだよな。攻略用の端末4個と電話用、合わせて5台再調整したので大変でした。ようつべには参加したいのと、メールの関係で必要だったからな。退屈と感じてる方は適当なところまで飛ばしてください。大狂乱の攻略に関しての動画は過去を漁っていただくか、月間イベントが来るまで待っていただきます。とにかく無課金の方がこのステージは攻略しやすいぜ。白身玉持ってたら話は別だけどな。機会があれば挑戦させていただきます。普通にやってる場合こんなところで詰まったりしませんか。レベル20でやってるので変なところで苦戦します。3回目の引っ付けだが、中井くん倒すのって時間かかるものなんだな。ようやく倒せたのでここからイノシャシを1体ずつ倒していきます。カオルくんの位置に関係なく姿が見えてからキャラを出します。天空も使っていくんだな。お値段は高いですが再生産を優先しました。なおバトルも勇者までレベルアップ。滅法強いを少しでも活用します。この時点では大型は使わないんだな。カッコ撃破を先にして、イノシャシが2体以上出るようになってから使っていきます。レベル20で思うようにできるものなのかねー。感覚は狂乱の牛と同じです。イノシャシがヒットバックしたら生産調整。電球の生産を止めます。左さんは気出し続けて対処しますが、無理と感じたら他のキャラも出します。マジックと追加発注がバランス取れないとできないな。イノシャシが倒れたら生産ストップ。カオルくんにこの数を片付けてもらいます。最終的にはカオルくん9体倒して、イノシャシが押し寄せてくるわけだが大丈夫なんだよな。姿が見えてきたので同じことの繰り返しです。イノシャシを相手にしている間にカオルくんが接近してくるので、頃合いを見て総力戦にはなるのですが、資金調達と壁の厚さ、妨害がどこまで通用するかも大きな課題です。ヴァルキリーとウルルンか、正直イノシャシを止めるには微妙な編成だな。ですが同レベルのクロノスに比べても信頼性は高いです。理由は遠方範囲でイノシャシと相性が悪いんですけどね。
イノシャシのヒットバックに合わせて調整するから、時間と費用は結構かかるんだな。一体倒せば元に戻るので、その点で調整していきましょう。2体目のイノシャシ倒したぜ。残り8体になりました。クリを繰り返して一度に相手にする数を調整。ドラゴンが残ってる場合カオル君にダメージを与えるので注意。イノシャシに早く来てほしいと思ったことはこれほどないぜ。カオル君を倒してしまうまでこの繰り返しなんだよな。あとは追い詰められるギリギリまで粘って調整します。出資と収支のバランスは微妙。レベルの関係で数を出さないとダメージを与えられないのと、それに伴う後始末でカオル君を倒してしまうかもしれないリスク。すげえ微妙だな。総力戦まではできるだけ敵の数を減らします。敵の位置を把握して出していくキャラを調整。金額が減ってきた時の対象左三枠で調整。この繰り返しで倒せるイノシャシは何体になるのでしょうか。結構詰められてるな。このまま行ったらすげえ難しいんだが、ここまで来て出し惜しみか。危険ですが引きつけて対処していきます。3体目を倒したがこれはそろそろ危ないところまで来たな。ここまで来たら本番が始まるかな。とりあえず生産停止。カオル君の間引きを調整します。4体目が合流するから準備しないとまずいな。この距離だと追い抜くまで我慢。ギリギリになってもできるだけカッコ撃破にこだわります。イノシャシの突破力を止められるほどこのキャラのレベルは高くないぜ。大型以外を全力生産。カオル君をやってしまったらその時に対処します。倒したら金額が増えるから大型は十分出せるよな。猫なんだもん。猫ない理由は一体なぜなんだ。待機と金額面が合わないのと、大型が負債に足りなかったら危険なのでリスクマネージメント。結構ギリギリ攻められてるんだが大丈夫なんだよな。はっきり言って怖いんだが、もともと無理な攻略だったのを知恵を絞って挑戦です。ダメだったら今度ガチャで白に玉当てますよ。4体目のイノシャシ倒したな。残り6体だがこれはもう総力戦だな。生産はストップ。今のキャラがやられる時に壁でニャンコ城を守ります。イノシャシが到着する前にカオル君やってしまうな。もしやってしまった場合ウルルンを出しておきます。イノシャシが来るまでに出せばいいんだな。手持ちの金額と要相談でキャラを出していきますが、2体目以降のイノシャシが接近するまで金額はキープ。カオル君を倒した数プラス1のイノシャシと対決です。随分接近されてるが確定ムートの出番はまだなんだな。ただいま金欠気味になったので補給していきます。どっちにしろイノシャシに体重揃わないと出しませんか。おい、本当に大丈夫なんだよな。カオル君を倒したので準備万端。やり方は狂乱の牛と同じ感覚でいきます。あとは制限ないからニャンピオンだな。壁でしっかり守って、覚醒ムートにはノルマを守っていただきます。レベル30なら怖くないんだが、21って攻撃力が低いからすっごく不安だな。ですが私どもの制限ではこれ以外の攻略方法は思いつきませんでした。なお大狂乱入手ですが、ガンパ、方法はいくらでもあるので頑張ってください。まあ、そうだな。イノシャシがどんどんやってくるのを見るとさすがに怖いな。残り4体を確定ムートなしで倒します。2体倒すのがノルマなのか。2体倒してば落ちくるのがノルマです。一時的でも妨害が発生したら、ニャンピーに任せて高みの見物。カオル君を倒したな。射程はこっちが勝っていますから、妨害って言ってもこれでなんとかなるものなのか。エスパート2体。ここまで来れば不安はないでしょう。再生産の早い順にどんどん出していってもらって、これで勝ち確です。超激レア使っても無理だったのにやっちゃったよ。超激レアと言っても相性は悪いですからね。ニャンピを切ったら、天空、島、ドラゴンだけ生産。攻撃寄りに変更するんだな。戦闘が張り付いたら一気に終わります。あとはリッスンしか出てこないので、攻撃特化で終わらせます。今現在詰まってるなら、ステージが違っても考え方次第で攻略は可能です。狂乱はともかく、覚醒ムートレベル20で攻略ってすげえよ。レジェンドクリアしたら、レベルは自由にやらせていただきます。攻略成功。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。あと少しでミーニャ戦です。その前に狂乱の巨神無課金よろ。